スタニスワフ補助主、または、スタニスラウス補修主は、ポーランド出身のローマカトリック教会の数奇教、1551年より、バルミアの領主司教、1558年より、神聖ローマ皇帝のウィーン宮廷における教皇特使、1566年より、ポーランドの教皇特使。補助主は、ドイツ、プフォルツハイム出身のウルリヒホスの息子として、クラックフに生まれ、 イタリアに留学し、パドバ大学、ボローニャ大学で法学を学んだ。1549年よりヘウムの司教を、1551年よりバルミアの領主司教となった。補助主はイエズス会に教官を覚えており、積極的にプロテスタント宗教改革に反対して、やがてはポーランドで第二のサンバルテルミの虐殺が起きることを望むようにすらなった。 ローマカトリック教会の財産で亡くなった聖書、つまりプロテスタントなどの遺産が使用する聖書など、もはやイソップグーはよりも無価値であるとみなしてもいた。1557年のピョトルクフ教会会議で、カンフェチオフィディ・クリスティアナ・カターリカを採用したものの、補助手は、進学者というわけではなかった。しかし彼は大変有能な外交官、行政官であった。 教皇は、続発するプロテスタントへの大量回収を食い止めるべく、戦わせるため任務を補助主に与えた。補助主とマルチンクロメルは、1525年にプロテスタント療法となったプロイセン公国と隣り合うバルミア地方をカトリック地域に止めるのに最も功労のあった主教だった。補助主は1558年にウィーン宮廷に召喚され、 中断されていたイタリアでのトリエント公会議再開のための根回しに従事し、皇帝の長男マクシミリアンをカトリックにとどまらせるために説得した。これらの任務に成功したおかげで、補助手は1561年に数期教に承認、1563年にはバルミアの司教区に帰還した。1566年、教皇ピュース五世は補助手を ポーランド駐在教皇特使とした。多くの困難な交渉の末、補助手は急速に普及するプロテスタント勢力に対抗するためのカトリック学院をブラニエボに設立した。この学院はプロテスタント地域におけるローマカトリック伝道の中心地となった。1572年、グレゴリウス13世は補助手をドイツ新都団の一員であると宣言した。 1579年8月5日、補助主は、イタリア、ローマ近郊のカプラーニカプレネスティーナで没した。補助主は、セイペトルスカニシウスの親友だった。補助主とその後継の死去をクロメルは、バルミア死去区で人気の間、ドイツ語の演説と説教を多く残していた。これらは後にチェコ語、英語、フランス語に翻訳されている。ありがとうございます。